世界遺産、自然遺産シュレトコシミエン国立公園イエローストーンの完結泉ハロンワンシュンドルボン、ナンダデビ国立公園と花の谷、国立公園ポルト湾内のジロラータワン、梅里雪山東、レンネルシ線省のジャイアントパンダ保護区ユネスコが登録する世界遺産は、その特質に応じて文化遺産、自然遺産、複合遺産に分類されている。この項目では、 そのうち、自然遺産について扱う。自然遺産の評価は国際自然保護連合が行う。このため、自然遺産は IUCN による自然保護区域分類が行われるのが普通である。カテゴリーは以下の通り。直後の物件名はそれに分類されている。世界遺産の例である。自然遺産としての登録基準は以下の通りである。基準が複数適用されている。 自然遺産も多くあり、4項目全てが適用された自然遺産も、雲南保護地域の三つ江平流群、グレートバリアリーフ、ではヒッポーナム南西ニュージーランド、グニンムル国立公園、カナイマ、国立公園、バイカル湖など10以上存在する。ありがとうございます。